ニュースのお時間です。ナビゲーターの増座でございます。大関さんの配信で初めて知りましたが、名古屋の簡単なる人物が、ホームレス女性に酒を吹きつけたりするなどの、いじめ行為をしているようです。また、お弁当を渡すなどして、強引に写真を撮り、その画像を使用して、洋服を販売していることも分かりました。なぜ、ホームレスをいじめるのでしょうか。少し前で言えば、 野球部員が面白半分に襲う事件もありました。さらにもう少し前は、旗ヶ谷のバス停で襲われた事件がありました。ホームレスになった背景を考えたことはあるのでしょうか。では、ここで、旗ヶ谷のバス停で被害者となった女性の人生を皆様に少し紹介させていただきます。女性は、広島市出身で、市内の女子短大に在学中の1977年春、劇団に入っていました。 アナウンサーになる夢があり、養成教室にも通い、夢に向け必死に頑張る人でした。アナウンサーになる夢は叶うことはありませんでしたが、舞台女優や結婚式の司会などの仕事をされておりました。結婚後、東京にやってきますが、夫からの DV に苦しみ、結婚生活はわずか1年ちょっとでした。離婚後、一時期は広島に戻るも、再び上京し、コンピューター関連の仕事に就きますが、 何かを理由に退社し、スーパーの試食員の仕事に就きますが、世界規模のパンデミックが起きたことから仕事が激減し、家賃を滞納した結果、強制退去させられ、路上生活を強いられることとなったのです。そして、幡ヶ谷のバス停で襲われ、人生の幕を閉じることとなります。正直、この界隈であったり、私も含めて、いつ、何が起きて、同じようになるかわかりません。夢に向かって走り、 砕け心と体が衰弱し、それでも、ただただ生きることに必死で、ホームレスと、一括りにせず、その人個人を見て欲しく思います。なぜ、カンタはこんなことをしたのでしょうか。支援だけなら褒められたことですが、あまりにもふざけすぎています。全員が、全員というわけではありません。ホームレスの中には、詐欺まがいな行為を繰り返し、小銭欲しさに、人を複数殺めた事件もあります。 でも、見てくれや、今の状況ではなく、心を見ていく、それが大切に思えます。では、また、お会いしましょう。